いや、これいいサイズですね。45ぐらいありますね。あ、やっぱり釣れるんすね、クロダイね。ですね。ねえ。はい。ただいま5時50分です。今日はですね、このようなとこに来てます。海釣りに来ました。2023年一発目のですね、釣りになります。約ですね20分ぐらい前にですね着いたんですが、今サビキ仕掛けを2本作ってます。ただ投入したばっかりなんでよくわからないですが、あんまり良さそうな気配はしてません。なぜかというと、周りに釣り人がですね一人もいません。ということで、少しですね今年一発目なんでしばらく頑張ってみたいと思います。そのうちですね、ちょっと投げ釣りもですねやろうかなと思います。いや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 、でも釣れねえな、当たりが全くないもんな。魚っ気がないよな。まず釣れるのかな。実はですね、大昔にこの前を通ったことがあって、一度来たいな、来てみたいなっていうふうに思ってたんですが、なんかあんまり良さそうじゃないですね。そこが見えてますもんね。今体感気温約10度ってとこですかね。3月も半ば過ぎたんで、来週はですね桜が満開だという頃合いですが、ちょっとまだ寒いです。いや、漁師さんが行きますね。船がどんどん出ていきますね。いや、日の出ですね。5時55分が日の出なんで、今日の出ですが、全く当たりがありません。きついな、今年一発目が坊主か。はい、ただいま6時18分。あれから約30分ぐらいやってますが、全く当たりがありません。今投げ釣りを1本仕掛けて、磯目つけて投げてます。他に1人釣り人さん入ってきましたね。いや、水が澄んでるもんね。魚っ気が全くないよこれ。いや、釣れませんね。あんまり釣れないんで、バナナ食べてます。ですかね、塩どうなの。塩、いや今日長潮じゃん。うわー、長潮の今満潮あたりだね。塩変わんねえじゃん。昼まで塩も水に来ちゃったよ。今日長潮だから全然変わんねえじゃん。まいったな。参りました。天気はいいんだけどな、フグもかかんないな。これだけ住んでちゃダメだな、今日。左側見てたんだ。左側、あ、こっち側ですか。あ、すいません。なんだろう。え、左側ってこれ？これかな。これですか。あ、なんか。あー、でも。あ、なんか重いぞ。
なんかフグっぽい重さだぞ。いや、今年一発目かな。フグだよこれ。でっけえフグだまた。うわ。でっけえフグ。よいしょ。おーっと。大物です。どうもすいません。今年一発目これですか。来ましたよ。やりました。今年一発目でかいっす。かなりでかいっすよこれ。これ針取れるかな。取ってあげないとかわいそうだな。重かったもんな。あ、取れる取れる全然。はい、アコフグ、アコフグ釣りました。今年一発目のですね、超かこれです。サイズおよそ23センチぐらい、25センチぐらいあるな、アコフグが。へえ。ちょっとキープ。いや、今ちょうどやり取りしてますよ。ハイズクラスですね。あ、ちょっと、あ、おめでとうございます。今ですね、横でカイズを釣り上げた方がですね、なんか来たよ。なんだろう、フグかな。フグの当たりが。うわー、これもフグ。違う、カワビ？カワビだ、カワビ。カワビ来ました。やったやったぜ。でかいカワハギ来ましたよ。イエイ、やりました。カワハギくんゲッツ。これ22センチぐらいあるかな。イエイ、胴突きの方がいいのかな。じゃあ、お、なんかかかってる、これ フグだ。なんだこれ。あ、下びらめ、なんだろう、なんか可愛いのがかかってます。ヒラメかな、ヒラメの子供かな。左ヒラメに右カレー。あ、左ヒラメの子供がかかりました。左のヒラメの子供です。うん、これはリリースだな。すぐリリースしてあげないと。ヒラメの子供リリースしてあげます。
込みますね。あ、さっきより大きそうだな。あ、おめでとうございます。さっきより大きいですね。30ありますね。いや、これいいサイズですね。いい方だ。40、45ぐらいありますね。あ、やっぱり釣れるんすね、クロダイね。ですね。ねえ、今日はいい方ですか。いい方ですか。今日はいい方ですね。オッケーオッケー。もう逃がさないでくださいよ。これはいい。いや、いいサイズだ。いやあ、おめでとうございます。ということでですね、ただいま8時56分と、夜明けからですね、3時間経ちました。で、現在の釣果はこうなります。ハコフグ25センチぐらいですかね。と、あとはですね、カワハギ。これまで20センチ超えですね。のカワハギを1匹と。で、先ほどリリースしましたけど、ヒラメの赤ちゃんをリリースしました。はい。ということで、どうしようかな。サビキ系は全然ダメだし、もうちょっとですね、投げ竿で遊んでですね、場所を移りたいと思います。はい。ダメか。ダメか。もうちょっと待ってればよかったかな。うわ、フグだよ。来ましたよ、今年2匹目のフグ。うわ、でかいな、ここの。また箱フグだよ。また箱フグです。今回はですね、小さめの箱フグ。はい、フグちゃん来ました。さっきより小さいですね。張り取れました。箱具。20、ちょうど20ぐらいかな。ちょうど20ですね。こればっかです。場所を移動します。9時20分。場所移動を決断。羽村目でした。はい、ただいま9時40分です。ここでのですね、釣果はこんな感じです。ハコフグ20センチオーバー2匹とカワハギ1匹ということです。カワハギはですね、結構大きいんですよ。いや、こんな感じです。はい。これ美味しそうですね。ただ今日はリリースします。あとは箱が2匹という感じですね。カワハギいります？カワハギはですね、隣の釣り人さんにですね、ご提供いたしました。ちっちゃい方の箱をリリースします。あ、元気に帰っていきますね。今日一番のですね、大きい方のハコフグです。これはもう25センチぐらいありますね。はい、あ、これも元気に帰っていきました。はい、ただいま9時47分、
とりあえずこの場所の農館です。どのくらい時間やったかな、3時間半ぐらいやりましたかね。もうですね、全然、釣れないこともないんですけど、かかってくるものがハコフグとか、そんなやつなんで、今日はですね、これから別のとこに移動してみたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。アムラーメンでした。あ、また来たじゃん、3枚目。すごいっす、3枚目です。最初の1枚目のサイズに近いですね。釣れますね、今日。これぐらい狙えばよかったな。なんせ初めて来たんで何が釣れるかも分かんないし。28センチぐらいありますね。よいしょ。じゃあお先です。いや、いいな、クルダイ3匹か。